新大阪と京都の間を走っていた新幹線こだまの車内で体長1メートルのヘビが見つかり、こだまは運転を打ち切っています。ヘビは体長1メートル。新大阪を出発しておよそ5分後のこだま642号の3号車で巡回中の車掌が見つけました。車掌は乗客を別の車両に移動させて車両を締め切り、警察官が舞原駅でヘビを捕獲しました。 乗客およそ200人は後続列車に乗り換え JR 東海は米原駅でこ玉の運転を打ち切りましたヘビはペット用として人気のホンジュラスミルクヘビとみられます JR 東海は新幹線内でのヘビの発見は少なくとも最近は聞いたことがないとしています